今まで食べたパンの枚数覚えてますか？はい、どうもサゴマンです。現在1月9日の13時、超プロ野球ウルトラってテレビ番組とのコラボのガチャやってますね。でこのガチャで自分的に注目すべきはデフォルトでミパ AA になった丸選手とパワー A 可能になった牧選手で、ベストナインタイトルホルダーが出ない千賀選手ですかね。どれも純正用です。で牧選手は試写バージョンとパワー A バージョンの2体持ちしなきゃなんで、ここで2体回収します。で狙いは牧選手2体、丸選手、千賀選手の合計4体ですね。はい、早速回収していきたいと思います。この辺はあれか、出たら 30% だっけ。あれ S は全部あれなんだっけ、このこれ確定なんだっけ、このガチャの S 確定か、多分そうだな。やるか。え、実力は 30% ないか。いや違うな、これ40年目は均等だ。あ、全選手均等だ。全選手均等だ。20年目が1枚確定か。20年目1枚確定で、30%、ここが自チーム30%。おお、やる素晴らしい、早くも 30%。 いいねいいね、この間グレードアップで 30% 12回ぐらい連続で外したからな。来てるわ、揺り戻しが。はいはい、10連目で2、これはもう牧選手確定ですね。で、このガチャしか出てこないんで、はい、牧選手で、これであともう1体牧選手回収して、丸選手、千賀選手、これすぐ終わっちゃうんじゃね。超速攻終わっちゃうんじゃないこれ。よしよし、めちゃめちゃ早く終わりそうだぞこれ。こんな今までこんな短時間で終わりそうなガチャ動画があっただろうか。まあ S でね、あの正午までやったらかもしれないけどね、この回収するやつはこの回数終わっちゃいますもんね。さあとりあえず30連、はい、30連終了。40連目が50%、自チーム 50% で S ランク確定か。もうこっからはじゃあ自チーム 50% だね、これ以降は。確定だから1枚出るけど、ここはもう、はいはい、よしよし。さあさあ、なんか S っぽい演出出なかったけど、これ40連目で合ってるおっとほほほ、はいはい、しかもかマジか、これうわー、確定のとこマジかよ、別のチームにすればって。あ、でもそんなことないのか、別のチームじゃダメなのか。いや、これ絶対2枚引いちゃうじゃん、牧選手。絶対これ10枚目も牧選手じゃん。どーん。違うんか。しかも狙いが来るんかい。狙いが来た。奇跡。え？すご。ちょ、で、まさかこのままだと、俺のガチャ動画で、100連もしないで終わっちゃうんでは。はい、ちょ、で、千賀選手引いちゃったんで、お、やばいこれ。俺のガチャ動画で一番の短時間になる可能性があるぞ。やばいやばいやば。もうあと丸選手引いたら終わりよ。今、牧千賀ってもう無駄引きなし。なんだこれ。これもう、これもう決まるしかないでしょ、これ。俺、レッツゴーいいよ。次、丸選手でスカッと終わろう。たまには。見たことない、こんなの。すごいすごい。当たんねえかな、当たんねえな。頼む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 。はい、はい。よし、ケアギ、ちょっと、ニコッ、ニコッ、しろ。しないと引かねえか。いやー、これちょっと久々にあれだ、もうスカッと終わりたい。まだ30年だよ、終わり。50年ガチャ久しぶりだから4体のやつ50年だよ。決まり、もう何年で終わるか。このガチャ引いた方がいいよ、みんな。はい、これ80連目、これ80連目でした。これ80連目、よし来い、レッツゴー。いいよいいよいいよ、もうちょっと青く光ろう、青く光ろう。おお、青く光った、来た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 、80連で終わるぞ、80連で終われ、80連で終わる。すごい。おわおわおわ、きたーきたー、80連で終わった。すげえすげえよ、ちょっとびっくりする。こんなこと今だかってあっただろうか。生放送でもない、こんな短時間で狙いが全部引けちゃって終わる。無駄引き一切なし、素晴らしい。